羽生結弦がプルシェンコの伝説の曲に挑戦。その理由はご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。昨年8月末、拠点であるトロントのリンクにジャージー姿の羽生結弦の姿があった。公開練習のリラックスした表情に接近、公開練習で、 での力をもらっています昨年8月30.31日にカナダトロントのクリケットクラブで行われた、羽生結弦の新シーズンへ向けての公開練習。クラブに入ってくる彼を数多くのカメラが迎え、ロッカールームから出てスケート靴を履くときも、間近までカメラが迫ってくる。そんな中で彼にとっての公開練習の意味を聞かれると、笑みを浮かべながらこう答えた。一つには自分にとって締め切りというか、 テスト的なところがありますね。人間って追われるものがないと、最終的には詰めることができないじゃないですか。そういう意味で公開練習というのは皆さんが期待してきてくれることだから、自分の中でここまでにある程度仕上げておかなきゃという、ある意味でのプレッシャーというか、いい意味での力みたいなものをもらっています。羽生はピョンチャン五輪の後で、五輪というのは卒論みたいなものだと話していた。4年間の集大成。 そのためにゼミに入って研究を積み重ね、積み重ねて結果を出すものだと。だが、平らでは怪我でその期間がギュッと短くされてしまった。すべてがゼロになった状態から、またすべてを一から作り直すのが大変だったと苦笑していた。そんな状況でも大きな目標にしていた五輪連覇を果たした羽生今期の公開練習では、五輪へ向かう気迫を心に秘めていた作季とは違う。 穏やかな表情を見せていた。そこで発表した新プログラムは、ショートはジョニー・ビィアーが6年鳥の五輪の前にフリーで使っていた、秋に寄せて。オリジンと名付けたフリーは、エフゲニー・プルシェンコが旧最点法時代に芸術展で全てのジャッジが満点の6.0点をつけた、伝説のプログラム、ニジンスキーに捧ぐで使用していた曲。共に幼い頃に憧れ、その演技に刺激を受けた尊敬する存在。 二人には自身が企画、プロデュースしたアイスショー、c o n t i n u ズ・ s w i イング i n g s に出演してもらった時に、使いたいという思いを伝え、心よく了承してもらったという。フリーはまだ自分が使ったことのないジャンルの曲。小さい頃からずっとやりたいと思いながらも、プルシェンコさんの代表的なプログラムだから自分が使うべきではないと我慢してきた曲です。彼の圧倒的なオーラだったり、二ンスキーのポーズ、一つ一つの音に合わせている動きやジャンプなどに、 ものすごく惹かれた記憶があります。ウィアーさんの秋に寄せても男性だからこそ出せる中性的な美しさは彼の一番の魅力だと思ったし、スピンでの手の使い方やジャンプのランディングの美しさに惹かれ、自分もこういう風に滑りたいなと思った記憶があります。曲の中に自分の色を入れ込みたいと思う。以前は自分の色というより、尊敬しているスケーターたちの様々な部分を受け取り、それを繋ぎ合わせて自分になればいいと思っていた。 だが、昨シーズンあたりからは自分らしさ、色というのがやっと出せるようになったと思えてきた。だからこそ、二人へのリスペクトを持ちながら、曲の中に自分の色を入れ込みたいと思うようになったというのだ。競技を続行しようと決断した彼の心の中には、四回転アクセルに挑戦し、飛びたいという強い気持ちもある。それが今の最大のモチベーションだと。だが、それと共に、新しいプログラムに自分の思いを込めて作り上げ、 演じたいという気持ちもあるプログラムに関しては何か自分の好きなようにしちゃおうというのが一番ですね。もう素直に自分の気持ちとか同心の中にある夢というものを叶えてあげようという気持ちが今はすごく強いので。だから今はすごく子供に戻った感じです。ハニュはこう言うと明るく笑った。大きく解放された心。彼はそれを存分に楽しもうとしているかのようだった。ハニュを譲る。 1994年12月7日生まれ、宮城県出身。4歳からスケートを始める。2014年のソチオリンピックに続き、2018年ピョンチャンオリンピックで金メダルを獲得。五輪連覇は66年ぶりの記録、アナン2019年1月30日号より。写真のと。自家、エイプレスト。取材。 文、折山良美、バイアナン編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろし、